では、埼玉県にあります足が久保道の駅から埼玉県飯能市の有馬ダムへ向かいたいと思います。そうです、閉じた場合です。
あ、そうだね、後ろの後部座席の上が見えるようになったな。どっちがあるね。別荘とキャンプ場だ。ウッキーサイト広がる。来ましたね。